今日はトリがベランダの植物を紹介してくれるそうです。東京のバルコニーでさ、このぐらい植物育てる人は私以外いないんじゃないかな。まあ、ルーフバルコニーもうほとんど植物で埋まってるもんね。全部でいくつぐらいあるの？大きいのは10で、ちっちゃいのは多分10個ぐらいがある、から合計20個ぐらい。一番最初に買ったやつから紹介しようかな。これアルテシマか。これもともと室内で買ってたよね。もともとね、部屋のシンベルツリー的なものが欲しくて、最初こんなに葉っぱがなかったの。葉っぱが少なくてこれだけがあって、確かに何これと思ったんだけど確かこんなもっさりしなかったよね、最初ね。で外に出して、夏になってすごく葉っぱが増えて、これ多分もう2年ぐらい。その次に奥にあるオリーブ。オリーブね、このオリーブ俺一番好きかもしんない。オリーブも暑さに強くて、あと乾燥にも強いから、私みたいに植物の世話めんどくさがっている人におすすめだと思う。ああ、なるほど。そんなに水もね必要ない。確かにね、今3日に1回ぐらいしか水あげないしね。2週間ぐらい旅行した時もさ、なんか唯一オリーブだけすげえ元気でオリーブだけ生きてるみたいなにもなるから、すごく素敵だ。その次に買ったのは、ローリエだ。ローリエか。まあスパイスに使いたいから買っちゃったの。めっちゃ大きくなる。あ、そうなんだ。まだポテンシャルあるんだ。すごいあるよ。泉の実家にめっちゃ大きい木あったじゃん。ああ、あれはローリエだから。でも俺3メーターぐらいの。実家のローリエをスパイスとして食べたことないんだけど。あ、本当。これ普通にこうちぎって電子レンジとかで乾燥してすぐ使える。へえ。スープとか。そうなんだ。湿気にも強いし、本当に何もいらない。結構選ぶ基準としては世話が楽なやつが。そうね。害虫に強い。オリーブもローリエもほとんど害虫がつかない。逆に一番弱いのって何なの？一番弱いのはね、レモン。あ、レモンなんだ。そう、レモンが結構弱いんだよね。去年の春ぐらいに買って、今年は多分そんなに多くないんだろうけど、葉っぱもいい匂いするし、めちゃくちゃ害虫は。蝶々とかね、卵とかついてるよね。これ本当に大変。大変ね。いつも手入れしてるもんね。そう、葉っぱをめちゃくちゃちぎって。これはちょっと難しいけど、レモンがなるから。許す。ほとんど全部ペアで買ってるよ、私。そんなに意味がないんだけど。オリーブも2つがある。確かにね、オリーブ。ちっちゃいオリーブと。レモンも2つがあって。一つの木でもなるらしいから、少なくてもいいけど、まあ、あった方が。花。あ、咲いてるね、いつの間にか。6、7月ぐらいに、2回ぐらい花が咲くらしいんだけど。この、ね、これがもう、レモンの子供。これがレモンになる。可愛いでしょ。ぶつのも何も知らないからさ。こう、世話やってるうちに、いろいろ勉強してて、面白い。こういうのとか。スプレーしてるよね、いつも。ね、木のぬか。ロードトゥ無農薬。無農薬なのかどうか言ってないけど、道なんですよ。もう虫が出る時に。全部これ使って。知識がないから、適当にアマゾンで買ってやってるだけで、まだ成功して、まだ大丈夫。あれ、これ、なんだっけ。これフェイジョアじゃん。フェイジョア。これも2つ。あります。葉っぱが細かいけど、その数が多くて、家とかでね、目隠しになる。一回旅行した時にもう全滅しかけたもんね、こいつら。だからこんなに変な形になってる。すごい垂れちゃって。確かに。こいつが水が好きなんだ。新しい葉っぱも結構生えてきてね。でもこの柔らかいのが食べられるんよな。あんまフェイジョアには虫つかないか。これもあまりつかないね。つかないよね。レモンだけだよ。レモンだけだよね。レモンだけだよね。レモンとバジルとか。ハーブ、そう、ハーブ系はつくんだよね、意外とね、なんか予防しそうだけどね。ね、私もそう思ってたのに。ここはハーブのコーナーになってます。ハーブコーナーですね。バジルと。前ペンキで汚しちゃったやつね。ほぼペンキは取れたと思う。バジルはなんかサラダとか、あとピザとかね、あとペースト。ジェノベーゼソースとかね。そうそう、作ろうかなと思ったけど、全然作ってないから、めっちゃ伸びて。消費しないと。最近分かったんだけど、めちゃくちゃ伸びてて、で、蜜渋滞はダメ。人間と一緒で。蜜を避けよう。蜜を避けた方がよくて、だからちょっと。もったいないと思っているけど、間引いた方がいい。ね、オレガノ、これも買った時にすごいちっちゃかったんだよ。オレガノ水を最近これで作ってる。泉が多分気づいてないと思うんだけど。なるほどね。これに水と氷をカフェとかで飲むような水を作れるやつね。そう、これ意外と美味しいでしょ。ちょっと爽やかになるよね。ね、すごいな、うん、これもなんかピザとかイタリアン料理の鍋に使えるし、生でも使えるし、うんうん、乾燥しても使えるからすごくいい。あ、山椒。山椒出た。これも触るといい匂いするんですよ。ね、ほら虫がいる。こいつ、こいつ。いっぱいいるじゃん。こいつ。デコピンじゃなくてさ。どっかの蜂に飛んじゃうんじゃない。こんな感じでいつも虫を除去してます。デコピンすげえ山椒の匂いするんだけど。山椒も料理に使えるからいいなと思って。まあ大体食べれるものが多いよね。うん、ここだけじゃなくて向こうはちょっとウクライナハーブよくウクライナ料理に使う。そう、これがパセリと、うん、隣はねディールなんだけどさ、これはもう見て今年になってねバーンって急になる。成長期なんかな。成長期なんですよ。どういう料理に使ってるんだっけ？オクロシカ？あ、オクロシカとかねとサーモンにディールをかけるとか。あー、確かにね。ソースによく使ってる。イケアでよく見るソースね。ウクライナでね、ピクルス作るときにこの花もピクルスの缶の中に入れてつけるのがよくやるんだよね。これはね、私のハーブコレクションです。ちょっと下には私の失敗した失敗コレクション。レタス。どっちも失敗してます。レタスと夏香大根か。夏香大根がもう虫に全部食べられてて残念。これは。アボカドいつかアボカドがなったらいいんだけどね。何年ぐらい10年ぐらいだろうか。そうね、そのぐらいじゃない。実から生やすの超面白いんだけど、木になった時にはあんまり魅力がないんだよね。心なしか元気なさそうに見えるもん、そんな言われて。ね、あとスーパーのネギを植えている。ミントの近くにスーパーからのネギを植えてめっちゃ増えてるんだけど。これ僕が一番好きなコーナーです、ね。これ泉が植えたんでしょ。うん、あとあれだな、最近買ったやつ。去年のクリスマスの前に買った。クリスマスツリー。もみの木。これ買った時に50センチしかなかったんだけど、ほんまにこんな大きくなかったんだよね。ね。ちょっと恐怖すら感じる。やばい。一年で1メーターが伸びるとかそういう恐ろしい数字が書いてあったから。もうこの調子で大きくなるとすっすごい飾りの量増えそう。めちゃめちゃ準備大変になっちゃう。もみの木はあんまり日本の気温に合わないらしくて、寒い天気が好きで、できるだけ太陽がここは結構陰に良くなる場所だから、ここに屋根がありますからね。そう。で水も好きだから。まあ世話がちょっと大変だけどできなくはないかなと思います。なるほど。最後。グリーンカーテン。グリーンカーテンスカスカだね。キュウリなんですよ。今のところ収穫ゼロですけどね。キュウリをあとちょっとで多分1週間ぐらい。ああ、来てますね。来てますわ。ここにもありますよ。そう、今年はちょっとキュウリに挑戦しようと思ってて、最近失敗が多いんだよね、食べれる気が。レタスもそうだし、夏香大根も。虫たちの間で噂になってるかもね。そう、あそこいいんだよ。そうそうそう。雑なんだよつって食べ放題だわつってもうほぼサラダバーだからね、ここ食べ放題の。そうね。あ、やばい、何これ。え、何何これ。どうしたどうしたどうした。え、何これ何これ。めっちゃ丸々太ってる。梨。いや、これモザイクかけた方がいいんじゃないか。独特な気候が生んだキュウリの突然変異ですな。肥料をあげないと実があまりならないらしいから、急いで肥料を買って3つぐらい食べれそうだよね。コスパ悪いっていう感じです、うん。まあ割と日本の気温に合うような植物ばっかり揃えてて、ロシアとかウクライナのシチュエーションに聞かれるんだけど、冬はどうするみたいな、聞かれるけど、まあ東京の冬はそんなに寒くないし、そのまんましてます。台風の時はちょっと中に入れてたけどね。もう一つだ、結構大事なこと忘れた。選んでる植物の基準、まあちょっと落ちるけど葉っぱの入り替えがある植物じゃないから、あまり汚くならない。なるほど。あ、確かにそれ重要かもね。ベランダで育ってるにはね、ゴミいっぱい出ちゃうと大変だからね。ちょっとまだ最近はね、雨でやってなくて皆さんもぜひぜひ植物を買い取りたい人がいればコメントで多すぎます。さっき家族って言ったのに売るな、家族を。家族売るな。